カチャンネル。はい、エルカチャンネルのシャです。車の準備ができたって連絡が昨日ありました。なので1ヶ月の台車生活も今日で終わりになります。すっかり忘れかけてましたね。あ、おはようございます。あ、そうですね。今年もよろしくお願いします。あ、はい、わかりました。はい。ありました。じゃあまた連絡してもらえたら、はい、お願いします。はい。また来ますのでお願いします。はい、エルちゃん。はい、戻ってきました。それでは早速、車を見てください。今回、俺が買った車は、こちらの N-ONE になります。去年新しいのが出たんですけど、こちらは初期型のやつになります。いやー、待ってました。正直乗りたい車っていうのが全然なかったので、思い切って N-ONE にしてみました。可愛らしいですよね。色がですね、本当だったら白色が欲しかったんですけど、予算の都合上ですね、難しくて今回シルバーになりました。エルちゃん。それでは外側をまずは一周ぐるっと回って見てみたいと思います。正面こんな感じですね。可愛らしいですよね、顔つきが。こう丸っこい感じがいいですよね。この無限がくっついてるんですよ。これがですね、よく俺がわからないので、正直なんだこれって感じになってます。純正のこれが欲しかったです。わがまま言うと、後ろ姿可愛いですよね。テールも可愛いし、多分この角度で見るのが一番可愛いかも。だから色もですね、正直言うとシルバーじゃなくてほんと白が良かったし、去年出たやつなんかは天井が黒とかで車体が青とかオレンジとか、そんな感じのツートンになってて、いいなと思いました。だからこういう一色だと面白くないかなまあわがままなんですけどね。エルちゃん。はい、こちらが中になりますね。分かった方はすぐに分かったと思うんですけど、こちらは一番下のグレードですね。それのターボ付きの方ですね。個人的にですね、ライトがオートが付いてるやつが良かったんですけど、これもしょうがないということであとナビは前からのやつをつけてもらいました。内装で気に入ったのはドリンクホルダー、これがもう最初からこういう形で作ってあるっていうのが初めて見た時に気に入ったポイントですね。結構ですね、スペースがあって、ハンドルの下のところ、ここにもあるし、ここにもなんかあるし、こっちにもあるし、ここがですね、この下もなんですけど、なんかスペースがあるんですよ。さっき携帯入れたらちょうどいい感じで収まったんですよね。ほら。なんですけど曲がった瞬間にふーっていっちゃいまして、何か下に引かないとどうしようもないですね。他はシンプルなもんだと思います。後ろがこんな感じで片付くんですよ。スペースができて物が置きやすかったです。座席を前にバタンって倒して後ろから乗せるんじゃなくて、座席の座るところを上げるっていうので、これ結構役に立ちそうですね。エルちゃん。乗ってきたのはいいんですけど、一つ問題がありまして、希望ナンバーを出してたんですね。それが間に合わなかったので、仮ってことで車乗ってきました。さあ希望ナンバーができたらですね、またちゃんと紹介したいなと思います。Lちゃん、まあいろいろ乗ってみてるうちに考えていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺にかかってこい。